マックスさん、メンホンチートイツに完全に行くか、ローソーチーソーを残してメンステの可能性も残すか迷いました。また、泣く範囲、まあ、切る範囲によっては泣いていく場合もあると思うんで、泣く場合もお答えいただければなと思います。なるほど、大丈夫です。僕は決まりました。はい、大丈夫です、はい。せーの、いいそう。泣く泣かない問題が多分これテーマで、僕たんく泣かないんですよね。メンホンチートイ多分見ちゃうし、うん、なんかローソー切りそうって感じですね。で、暗蔵が一枚切れっていうので、なんかいいそう切れなかったなっていうのが思った感じ、瞬間ね。なんだろうな、まあでもチートイも見れるし、別にいいそう切ってもメンツでも動けるなって思って、なんか縦引きとかしてきてもやめ埋まってもいけるかなと思って、イーソーを切りました。イーソー切り、自順つもウーソーは何切る？あー、ウーソー来たら、え、何切るんだろう難しいよね、だからなんか自敗切ってちゃう可能性もあるなと思って、なんかそれこそ自敗切っていくんだったらもう泣いてっていう風にするかな。あ、そうだよね。なのでメンズも見れるし、泣きも考えたい、考えれるし、いいそう。大宮さん、これ、いいそう切った後に、直後に泣く範囲とかあります？例えば、トンとかってドラ表なんで。あ、でも泣かない。現状は泣かない。泣かないと思います、うんうん。はい、ありがとうございます。はい。では、渋川さん、千葉さん、お願いします。あ、せーのでいきますよ。はい。せーの、ローソー。かぶりましたね。かぶりましたね、これも。はい、師匠からどうぞ。ではそうですね、まず、まあ、メンツテにするかチートイツにするかっていう、まあ、判断が、まあ、この問題のしたるところだと思うんですけれども、やっぱりメンホンチートイのイーシャン店で、メンツテを見るならば、ローソーか、まあ、イーソーの選択になるんですよね。ただまあ、この瞬間、リャンゾーが3枚見って、イーソーがまあ、短期の街としてすごく強いな、めっちゃ上手いそうだな、周り使えなそうだな、っていうので、イーソーの縦重なりを見て、ローソーの方を選びましたなのだ。そして、トーンが出た時泣くかどうか、あるいは急走とかペイどうするかっていうところも難しいんですけど、わしはそうだな、すぐにトーンが出た時だけはなんか泣こうかなって思ってます。そうするとまあ、トーン本一でまあ残休、うまくいけばトイトイまでつくかもしれない。ただ、ペイとかを泣いちゃうと、なんかミニマム、なんか2000点とかになっちゃう可能性があるので、まあペイはする、トーンが、すぐ出た時は泣くし、その時もペイが切れたらトーン泣かないし、そんぐらいのバランスでやろうかなって思ってますじゃん。なるほど。渋川さん、これトンとかどうします？ローソー切って。これ僕の感覚なんですけど、ローソー切る人はトン泣かないと思うんですよね。ああ、分かるかも。うんうん、うっぱそう嫌ってるわけなんでね。まあ確かに、うん、僕はもうこれはもう何も泣かないという確固たる意思を持ってローソー切ることになってますね。うん、なるほど、ローソー切りでもちょっと違いがありましたね、じゃあ。うん、ただ一応気持ち悪いのは、ここでローソー切る人は全順発残してるだろうっていうのはあるんですけど。あ、まあ確かにそれもありますね。うん。うん、まあそこは目をつぶって、うん、やっぱ気が変わったということで、まあ発はちょっとつい切っちゃったけどみたいな気持ちでいくと、でトン本一は3900で、メンホンチートイはね、リーチしたらハネマン、闇でも積もればハネマン出て満貫なんで、ちょっと打点の差が激しすぎるんで。あー、漫画ハネマン、うん、ちょっとこれはメンホンチートイにしたいなと。これダブトンだったら、親だったら、そうですね、親だったらイーソーを切りっすね。イーソー切って打点あるからダブトンポン、はい、うん、これペイが役配でもまあイーソー切りかな。トンとなんとかだったらイーソー切って、まあポンポンの本一で漫画なんで、まあこれドラがねなんじゃないとして、まあ、やっぱ泣いて漫画あると大きいですよね。泣いて漫画あるならまあポンポンしていいかなっていう気になるんだけど、ポンポンして3900なんでね、ちょっとそれだともうまあこの場況で一番いいのは言いそうで、ついで3層みたいな感じなんで、まあローソー切っておくと3層短期の引っ掛け位置もしやすいし、うん、まあもうメンホンチートイに決めるならローソーが一番いらねえかなと。ローソー切った後自順パーソーツモはどうします、お二人は？それは言いそうっすね。まあ、メンホンね、うん、イーペーコのイーシャンテになるんで、別に言いそう短期にね、絶対したいわけじゃないんで。あ、そうですね。うんうん、確かに。まあ、別に、イーシャンテ、メンツテのイーシャンテもつくなら、それはつけようかなっていう感じですね。うん、うん。チートイーシャンテは残るんでね、別にそれで。で、その時にトン打たれると、ポン知る。それはしないです。スポンはしない。
それはしない。そのために残したわけではないと。なるほど。換算、ポンテンの換算像テンパイを取りたいわけではないから。そう、面前で普通にトンペイあんこったりしたときに、のために残してるんであって。なるほど。結構残給取っちゃうかも。そっか。うん、残給がいらないはもうずっと一貫してるんですよ、もう僕は。本当は残給の手ではないという意識は一貫してるから、パースを引いたらイースを切るけど、別にトンポンテンとか酸素値では取りませんと。なるほど。いう感じですね、僕は。ローソー切ってペイアン凝った時、それはチーソーかイーソーでどっちがいいかなって見ながら行くけど、まあ基本的にはイーソー切るかな。イーソー切る。それで打たれるトーンはスルーするって感じですか。それはポンですね。あそこはポンする。今度は5200になる。5200になるし、うん、もう一回ポンしたらトイトイになるんで。なるほどなるほど。確かに、そこは臨機応変にポンみたいな。面白いですね。はい、わかりました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、どしどしお待ちしております。